スウェーデンにはかつてたくさんのガラス工場がありました。特に南部スモーランド地方にはガラス王国と呼ばれる一帯があります。森と湖に囲まれた環境はガラス作りに適していて、多い時は約40ものガラス工場が稼働していたそうです。ガラス王国を巡る旅、今回訪れたのはホルモのセルゲイ広場にあるガラスの塔、通称スティックと呼ばれています。このガラスを提供したのがリンドスハンマーガラス工場です。リンドスハンマーは別名カラーガラス工場と呼ばれていました。その呼び名の通り、リンドスハンマーの製品は色とりどりで見ていて楽しくなります。1905年に創業した後、1950年代前半から廃業した2009年まで、ここで数々の製品が生み出されました。あまり知られていませんが、アポロ11号が人類最初の月面着陸から帰還した際に、宇宙飛行士に寄与されたガラスの盾は、リンドスハンマーのものだったんですよ。創業当初は、ランプガラスや家庭用ガラスなどを作っていたリンドスハンマーガラス工場ですが、1965年にクリステール・ホーグレンがアートディレクターに就任してからは、アーティスティックな作品が人気を博していきます。時は過ぎ、2002年。すでにノルウェーの会社の傘下に入っていたリンドスハンマーガラス工場ですが、この年から海外業務移管が本格化します。海外のコストの安い工場に生産を奪われ、業績は悪化していきました。そして2009年、その100年以上の歴史に幕を閉じました。